ちらですね、CKD の製品で、ね、ファシリアという製品があります。でですね、こちらが、実際の画面なんですけれども、なんといっても簡単で、しかも安いというふうなものになりまして、こちらが実際の画面ですね。これがですね、こういうブロックを実際に積み上げて、ものを、画像を判別するというふうなものになっております。で、このブロックをですね、一個一個積み上げるだけで、実際のプログラムなども意識せずに画像検査ができるようになっております。こちらがですね、実際のカメラでワークを写してみまして、これが、こうやって変わりますと、計測値もですね、実際に変わるという形になっています、はい。こちら、この QR コードをこうやって読むことができます。実際にできることは QR コードの読み込みだけでなく、計測、寸法の計測ですとか、あとは、マッチングですとか、色の確認、それから、文字の認識ですとか、そういったところまで、いっぱい、ツールがございますので、そこから選択して、簡単に、画像処理ができるというふうなものになっています。こちらは透明体検査装置となっております。紫外線を用いた検査になります。通常ですと、このように透明体は何も映らない状態なんですが、紫外光を用いて撮影しますと、フィルムの厚みによって明るさが、変化するということが、できます。なので、こういった、透明の、成形容器、あと成形不良ですね。で、ここに穴が開いてたり、あとソフトカプセルなんかは中に液剤が入っておりますので、その液漏れ、まあ、こういったものが、検査できます、まあ、そういったさまざまな、透明体に、検査を、応用することができます。